僕もフリーなんだ。試してみない？僕たちのどっちがいい？どっちが好き？それとも両方がいい？ただでいいよ。なんだ？おや、私は雇い主であって保護者じゃない。教育なんてしていないさ。子供扱いしないでよお姉さん。僕らちゃんと働いてるんだよ。いいギャラもらってるんだから。腕は立つよ。誰でも彼でも殺してしまう困った子たちだがね。お姉さんの顔は覚えたから安心して。殺さないよ。気軽に遊びに来てね。僕に会いに来てくれたんですね。嬉しいです。やっと覚悟を決めてくれただなんて。どこで何をしていたかなんて聞くのは野暮ですよね。僕はあなたがここに来てくれただけで嬉しいです。さあさあ、すぐに部屋を用意させますから。やっぱりここは僕の部屋がいいですか。愛のある共同生活素敵ですよね。え、遊びに来ただけ？なんだつまらない。ずっとここにいればいいのに。よし、二人で休憩にすっか。城の庭で迷子になったりしませんでした？迷子のあなたを探し出すっていうのも楽しそうですけどね。あんたは居候なんだから本当はこんなことする必要ないんだぜ。
嫌になったらすぐに辞めていいんだからな。思わねえよ。頑固だもんなあんた。どうした？すごく助かってるみたいな。部下も運営が楽になったって言ってた。俺も何度か様子見をさせてもらったが、お世辞じゃなく普通に雇いたい仕事ぶりだな。あんた手際がいいよ。こういった仕事をした経験があるのか？ま、いいや。いい経験を積んできたんだな。そうか。喜んでくれたならよかった。役目がないと落ち着かないっていう気持ちはわかる。
あんたにやってもらっている仕事は子供の手伝いじゃない、ちゃんとした仕事だ。真っ当な仕事なら正当な報酬が支払われるべきだ。そうだろ。謝らなくていい。あんたはいい仕事をしてくれてる。だから報酬も正当だ。労働で得たもんなんだから使ってくれよ。何度も言わなくていい。あんたが働いてくれて助かってるよ。また来てくれたんですね。嬉しいです。僕の愛が伝わっているんですね。
で僕のものにならなくてもいい。愛していますよ。いいじゃないですか。愛しているんですから。そういうシーンですよ。再会を喜び合う二人。切なく甘いラブシーンって、まさにこういう場面でしょ。あなたが僕を狂わせるんですよ。愛しています。愛って苦しいものですよね。なんでやめないといけないんですか。切なく甘いラブシーンときたら、とりあえずキスをしておかないと。わかりました。わかりましたと。キスだけじゃご不満なんですよね。やっぱりこの僕のあふれんばかりの愛を伝えるにはキス程度じゃ足りなかったか。
あなたがそういうのなら仕方ありません。もうちょっと段階を踏むべきかと思いましたが。やっぱり段階など不要だったんですね。これはお医者様でも治せないなんとやらですよ。この熱病はあなたにしか治せない。僕に参っているんですか。愛の深さに当てられてしまったんですね。僕は本気ですよ。段階すっ飛ばしていいなら、いろいろと試してみましょう。きっとあなたにも僕の愛の深さが身に染みて分かってもらえますよ。ひどいな。あれ、避けられちゃった。さすがペーターさん、なんかキャラ変わっちゃってるから誰かと思ったけど本人だったんだな。エース君、この僕に刃を向けるとは何のつもり。女の子が襲われていたから助けようと思ったんだ。ごめんごめん、俺ってドジだからさ。あ、でも結果助かっただろ。よかったぜ。
いいえ、縁もゆかりもない赤の他人です。同僚だろ。ペーターさんの方が身分は上だけど、職場を同じくする仲間じゃないか。そう、僕の方が上司です。あなたは駒に過ぎない。上司に切りかかってくるような愚かな部下は不要だ。